宇宙一バカな侍だ、この野郎。ちわこの男、坂田銀時、かつて白夜叉と呼ばれ、上位戦争でアマントに恐れられた男。にゃー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 、やかましいんだよ。発情期ですか。高杉が江戸に戻ってきた。なんだろこの船。最近ここいらで辻斬りが流行ってましてね。刀というよりは使用者に寄生することでその体をも操る。何それ、寄生獣じゃん。上位浪士で最も過激で危険な男。強力な武装集団を作りクーデターを起こすのが奴の狙い。かつて共に戦った盟友たちが揃いも揃ってこのざまだ。銀さん、銀時、お前はこの世界に何を持っていける。俺には守りてえもんができすぎた。愛するって決めたから愛して。見とけ、遅くなってすまなかったね。よし乗り込め。新選組は死なねえ。これは命がけの戦いです。俺はただ壊すだけだ。いつからたがった俺たちの道は。いろんなもん背負って頭抱えて生きる度胸もねえやつだ。カッコつけてんじゃねえ。死ぬなよキョロスや。しかとその目ん玉に焼き付け。笑って泣いて熱くなる天下無敵の痛快アクションエンターテインメント、銀玉。カブト狩りしろ。ああそうそう、本当はね、あのコメディーなんだよね。って真面目にやれよお前ら。